ピスト。ひっそりとシリーズ化されていた美少女キャラによる格闘ゲーム、制服伝説プリファイターシリーズが、今作は 3D トリゴンとなって、プレステに登場しました。最初に言いますが、このゲームはかなりひどいです。キャラを売りにしているシリーズだと思うのですが、ものすごいトリゴンの出来です。キャラの荒さもそうですが、背景もなかなか荒いです。プレステ初期の作品であることを考慮に入れてもなおひどいです。アーケードでとっくに出ていたバーチャファイター2と比べてしまうと大変なクオリティの差です。ひょっとしたらゲームとしては面白いかもと期待を寄せると、これまた悲しい気持ちにさせられます。ボタン入力からキャラが動くまで若干のズレがあり、ストレスフルなプレイを強いられます。さらに後ろに下がれないという謎の仕様のため、前に出たら最後、倒れるまで打ち合うことを余儀なくされます。私の人生でも5本の指には間違いなく入るクソゲーですね。バーチャル飛竜の剣、飛竜の剣シリーズの 3D 作品です。この頃の格闘ゲームは、鉄拳だったり、バーチャファイターみたいな 3D の作品が流行っていたため、ガロウ伝説やストリートファイターのような有名 2D 作品もこぞって 3D 化していました。そんなわけで本作も 3D となったわけですが、ゲームシステム自体が、もともと 3D に向かえてなかったり、スタッフにノウハウがなかったりで、中途半端な作品となってしまいました。技の数が少なかったり、キャラ性能に偏りがあったり、シリーズの特徴であった、心眼システムが、無意味なものになってしまっています。トリゴンの技術力もなかったため、原作の面影もなくなってしまいましたが、当時を振り返ると、3D グラフィック以外の格闘ゲームは、見向きもされないという風潮もあったため、生き残るためには仕方がなかったのかもしれません。やっぱ飛竜の剣は 2D の方が面白いですよね。Knockout! You win!私が一番。忍者ジャジャ丸くん、鬼残忍法上、テレビゲームの黎明期より続く忍者くんシリーズとしては初の試みとなる今でいう TTS 視点のシューティングゲームです。前作までと同様に忍者くんは得意の手裏剣を投げたり、敵の攻撃をかわしたりしながらマップを進んでいってボスを倒して姫を救うという基本システムは変わらないままに TTS にするという意欲的な作品ですが、当時はこういったゲームがまだまだ開発段階だったこともあって、忍者くんの操作性が非常に悪いことと、マシンスペックを大幅に超えた画像処理を強いたことによるひどいラグ処理落ちのせいで、敵の攻撃をほとんどかわすことができない非常に困った出来となりました。後にセガサターンにも移植されましたが、大幅に改定が加えられ、実質別ゲームとなっています。美少女戦士セーラームーン、スーパー S。今作からはプレステで戦うことになった。
セーラー戦士たち。今作からはキャラグラフィックが 3D アニメになりました。ですが開始して最初に思うことは、キャラの動きがかなり不気味なことです。カクカクしていて不自然なんですよね。なんと表現したらいいかわからない。不思議な動きをします。そして技名がいちいち長く、その技名を毎回すべて言うため、非常にうるさく感じます。通常技もほとんどの技に掛け声がついており、また暗いモーションでも、いちいちうなり声を上げます。両者の声が合わさって、常に甲高い声が響き続けるのは、かなりのストレスを感じます。技名を言う長さに合わせたのか、飛び道具は発射されるまでに、2秒ほどかかり、どんな技の硬直にも、ほぼガードが間に合います。一応発射されるまでの長いモーションにも、攻撃判定がついている技が多く、潰されにくくはなっていますが、そんなのはいいから波動拳くらいに、早く発射してほしいと思ってしまいます。アニメファンであれば、このゲームは楽しめるのでしょうか。私には少々荷が重かったですね。そこまで。勝者セーラーチビムーン。セプテントリオン、アウトオブザブルー。もともとはスーパーファミコンで発表された、沈没する船から生存者をできるだけ救出し脱出するという根強い人気を博したアクションゲームであった。セプテントリオンのリメイクとなる作品です。メトロイドバニア的なシステムと、リアルタイム60分時間制限という、非常に緊迫感のある設定が、魅力だった前作を、プレイステーションのハイスペックで、リメイクと非常に期待されていたのですが、なぜか端折られたオープニング、ストーリー展開を重視するために、一本道になってしまった展開、醍醐味の時間制限を廃止するという暴挙と、良いところをすべて削った結果と言える作品になってしまっています。全体的に当時の流行ゲームのシステムを無理やり乗せた感が元の良さを潰してしまったように見えてしまう一本です。ガロウ伝説、ワイルド、アンビジョン。ガロウ伝説、シリーズの中では、唯一の 3D 作品であり失敗作でもあります。3D になったことで従来の、ガロウ伝説、らしさがなくなってしまい、操作性も変わったため、今までのガロウ伝説に慣れて、ガロウ伝説らしさを期待している人には、あまりおすすめできません。新キャラはいまいち魅力がなく、キャラの動きももっさりしていて、爽快感がないです。超必殺技を出すためには、パワーゲージを満タンにする必要がありますが、ダメージを受けると、パワーゲージが減るため、なかなか超必殺技を出すことができません。またエンディングもないのは、物足りなく感じました。制作会社の SNK といえば、格闘ゲームの巨匠と言われていますが、それは 2D 格闘ゲームの場合であって、3D 作品は苦手のようです。Go.
Round 1. Fight! KO! The winner! どうも、ごめん遊ばせ。頑張れゴエモン。来るなら来い、怪しげ一家の黒い影。ファミコン時代からコナミを支えた大人気シリーズの頑張れゴエモン。そのプレイステーション版2作目として発表されたのが本作です。恋人のおみっちゃんをさらった怪しげな奴らを追ってゴエモンとエビスマルが日本中を駆け回ることになります。3D マップを採用して広大なマップとなったものの、とにかく単調なマップが広がり、雑魚敵一体一体が頑丈で、一体倒すのに1分近くかかるという、非常にストレスフルな仕様と、アスレチック的な水場をジャンプして、渡ることくらいしかないシステムから、作業芸感が溢れ出ています。さらに、CG デザインもレベルが低く、当時だいぶ CG が洗練されてきた時代としてはあまりにも時代遅れで、長年出演してきたキャラクターの造形が崩れているようは不評を買いました。当時の流行りに乗って 3D 化を試みた結果の失敗と言えるのではないでしょうか。しかできないプレイをしない。